MRBKVSUMOSC ムーロム、リャザンと、その分量広告 M、ムーロム広告 R、リャザン広告 B、プロンスク広告 K、コロムナ広告、周辺の主な広告、都市 V、ウラジーミル大広告 S、スモレンスク広告 C、チェルニゴフ広告ポイントは、広告の首都の位置のみを示す。広告は、モンゴルのルーシ進行以前のみ。 国境線は2014年現在、プロンスク公国は12世紀から14世紀のルーシの分量公国である。はじめムーロム公国に、後にギャザン公国に属した。首都はプロンスクにあった。初代のプロンスク公はムーロム公やロスラフの子、ロスツラフだった。はじめはプロンスクはムーロム公国領であったが、ギャザン公、ウラジーミルの子孫がプロンスクに根を下ろし、 リャザンコをグレプに従属するようになった。しかしグレプの死後、1180年には、グレプの子のロマンは、ウラジーミル大公フセボロドの圧力によって、弟たちへのプロンスクの割動を余儀なくされた。1217年、上記のグレプの孫のグレプは、イサドイ諸公会議を開催し、プロンスク広告を含むリャザン公告料を手中に、収めようと格索したが、試みは失敗し、 リャザンとプロンスクの公家くらいには、グレプの王子で、性的関係にあったイーゴリの子たちに継承された。1237年、モンゴルのルーシン公によって、リャザンの公家たちの多くは死亡し、プロンスク公国も破壊された。しかし1270年により、ヤロスラフの治政下において、プロンスクは、再び公国の首都となった。1339年、リャザン公移は、 ジョチュールスから独立し、太公としての特権を得ると、プロンスク公アレクサンドルを殺害した。その一方で、アレクサンドルの孫のウラジーミルの地世期には、プロンスクの公家も、また太公の称号を帯びるようになり、ウラジーミルとその子のイヴァンは一時的に、リャザン公用も有した。また、プロンスク公国軍は1365年のシシェブスク森の海戦、1378年の、 ボジャカワの戦いにおいて、他のルーシ諸公国と連合して、ジョチウルス軍と戦い、勝利している。1430年、モスクワ大公国においてゾフィーが摂政となっていた時期に、プロンスク合位版は、リトアニア大公をビータウタスを呼び寄せている。1453年から1483年の間に、プロンスク公国は、リャザン公国に併合された。また、 16世紀の年代期には、プロンスク港はモスクワ大港に使える公として言及されている。ありがとうございます。